アレグザンダー3世は、スコットランド王。アレグザンダー3世は、アレグザンダー2世と二度目の王妃、マリー・ドクシーの一人息子として、ロクスバラで生まれた。1249年に、父が母子したため、同年7月13日に、スクーンで退官し、7歳で王位を継承した。1251年12月26日、アレグザンダーは、 イングランドをヘンリー三世の娘マーガレットと結婚した。これはヘンリー三世の押し付けであり、ヘンリー三世はアレグザンダーをナイトに除した上で、真珠を強要した。宮廷では、摂政のジョン・ベイヤルと王妃護衛職のロバート・ドロスが王妃をないがしろにするなど、戦を極めた。1255年、アレグザンダーは神聖に乗り出し、ジョン・ベイヤルとロバート・ドロスを追放した。 また、イングランドの内乱に対しては不解除せず、イングランドとの良好な関係の維持に努めた。1261年、父アレグザンダー2世が果たせなかったヘブリディーズ諸島のノルウェーからの奪還に成功し、1263年には西部のクライロ湾でノルウェー王コン4世を打ち破った。3年後の1266年にパースで両国は条約を結び、 ヘブリディーズ諸島は正式にスコットランド領となった。アレグザンダー三世は1281年から1284年にかけて次男デイビッド、長女マーガレット、長男アレグザンダーを次々と失った。しかも長男アレグザンダーには子がなかった。多い継承者がいなくなったためアレグザンダー三世は1285年10月14日に フランス貴族ドルー家のドルーハクロベール4世の娘ヨランドドドルーと結婚した。しかし、結婚半年後の1286年3月19日、エディンバラから王妃のいるキングホーンの離宮へ向かう途中、嵐の中で落馬して死亡した。スコットランド貴族は長女マーガレットとノルウェー王エイリーク2世の一人娘、マルグレーテをノルウェー宮廷に留めたまま女王に擁立した。 アレグザンダー三世の時代、イングランドとの関係は良好で、国内は安定し、黄金時代と呼ばれるほど国民生活が向上した。1251年12月26日、イングランドをヘンリー三世の娘マーガレットと結婚し、二男一女を設けた。1285年10月14日、ドリューハク・ロベール四世の娘ヨランド・ドドルーと、 結婚したが、アレグザンダーは、翌年亡くなり、二人の間に子はなかった。ヨランドは1294年に、ブルターニュコ・アルテュール2世と再婚した。ありがとうございます。